なでしこジャパンさん、さすがに強すぎるわらわら。なでしこジャパンの1次リーグ矢印こいつどう？722050ザンビア、726020コスタリカ、731040スペイン、3勝0敗得点11失点0、完勝やったな。強すぎて申し訳ない。ボロ勝ちでくさ。決定力えぐい。攻撃はできすぎやったけど守備はほんま良かったな。ターンオーバーしてこれなんやっけ？カードル移籍出場停止も怪我もなし？守備堅い、決定力ある、選手層厚い。優勝候補やろこれ。完璧な組織的サッカーやったわ。消化試合やけどこれはベタ褒めしていいわ。日本サッカーさん、3センターバックに目覚めてしまう。サッカーはボールを支配するゲームではないというミッションのような試合だな。楽勝すぎてトーナメント不安だな。満身戦ことだけが大事やな。決勝の相手どこ？